なくても入れずに入れました。はい、入れました。いつ入れたんですか。最近です。最近、まあ2、3ヶ月ぐらい経ちます。日本人のバスケットボール選手の本当の姿とか態度とかっていう意味なんですけど、バスケットボールウィズボーラーウィズアティチュード。これはファイストボーラーズっていうクルーにいたので、それで、でこれは蜂なんですけど、僕のストリートネームがキラビーなんで、スズメバチ。まずそのフリースローに関しては、まあ特に狙ったっていうわけでもなく、ついてきたものだと思っているので、で個人のその日本人得点をに関しては、やはりそのまあ嬉しいことはすごい嬉しいし、そのまあすごい価値のあるものなのかなとは思いますけど、ただその日本人の得点王なだけで、やっぱ得点王っていうのはうちのチームにいるし、やはりそのそっちの方に食い込んで1位を取った方がやっぱり価値があると思うんで、特にその日本人で得点王になったからって言って、じゃあどうなのっていう感じなので、ベスト5は狙ってたんですよ正直。それはもう取れたので、まあそのベスト5の価値っていうのが、その選手投票じゃないですか。でやっぱりその他のチームの選手に認められるってことって、すごいこの選手にとってはすごい大事というか、すごい価値のあることだと思うので、そこでやっぱ一つベスト5が取れたってことはすごい嬉しかったですね。それは本当にフリースローとかそういう得点とかのよりも、やはりそういうことがすごい選手にとっては嬉しいと思いますね。やはり今シーズンっていうのはもうプレーオフには絶対行かなきゃいけないチームだと思うし、やっぱり新しいチーム、新チームになっていろんな選手が入ってきて、やっぱり違う刺激が入ってきているので、やはりそれをいい方向に持っていくっていうのもやっぱり僕の仕事でもあると思うし、試合中も彼らっていうのをその僕がコントロールできないと、やっぱり僕が次のレベルに行かないと思うし、それが僕の今の課題だと思います。彼とは何回もその対戦してて、マッチアップもしてるっていう、まあ、すごいやっぱり彼はシューターですよね。すごい確率のいいシュートを打つし、すごい思い切りのいいシュートを打つ選手なので、やはり小僧という時にも決めれるっていう選手だと思うんで、すごいチームに入ってくれるっていうのは、今までそういう選手がうちにいなかった分いいことだと思います。やはりみんなが僕を見る目っていうのは、多分そのもう僕も分かってるし、昔からそうなので、ちっちゃいやつがでかいやつの中で頑張ってる、やっぱりそういうのって、なんか弱いものを応援するっていう、その人間のその感覚というか、そういうのをこう感じますよね。やっぱりちっちゃいので、そのそういう中で得点できるとか、大きな選手の中で、まあ、そういう声も、ちっちゃいのに頑張ってますねとか、ちっちゃいのに強いですね、ちっちゃいのに、ちっちゃいのにっていう、まあでもちっちゃいから俺はここにいるわけで、やはりそれは別に悪い方向には僕は全然考えてないし、まあ皆さんがそういう特別な目で見てるっていうのもまあ分かるし、だからといって僕がその何かこう期待に応えようとしてゲームで何かこう考えてるかといえば、全然そんなことはなくて、やっぱり自分が思い通りにやりたいプレーを やる、それにみんながこう喜んでくれるとか、感動してくれたりとかっていうのは後付けになってくるものだと思ってるので、やはりその
すごいファンの人はすごい大事で、やはりそのファンの人の声というのはすごい大事にしますけど、ただそれで僕のプレースタイルが変わるだとか、プレーを意識するっていうことはないですね、正直。どうですかね、まあでも見せるっていうのにもう人それぞれの取り方があって、はい、なんかこうエンドワンのような見せ方もあるし、ちょっとドリブルがちょこちょこやったら見せるっていうのもあるだろうし、ただ僕のプレースタイルがそういうなんかこう皆さんにはそう映ってるのかな、はい、僕自身そう見せようと思って見せてるっていう部分はそんなに感じてないので、僕の担当って大体毎回ドリブルなんですよ。でやっぱりドリブルだとかハンドリングで、基本的になんかこうそういうことをやったことないようなことばっかりさせているので、やはりみんなできないって難しいとかで諦めちゃう子もいるんですけど、でもそれをやっぱコーチもよく言うのはチャレンジすることが一番大事だっていう、やはりそのチャレンジしないとやっぱりそのやらないとできないし、できないからやらないんであって、そのだからやることがすごい大事っていうので、やはり僕はわーっとできないものを入れたりってしてるんですよ。だからそういうのをやれた時のその喜びっていうのをやっぱり知ってもらいたいので、チャレンジするっていうことはすごい大事だと思います。それが僕のキーワードですね。